星の輝きをその瞳に宿すもの。タンバリン星国の王子を探しに、コメットは遥か彼方の星、地球に向かいました。なんとか地球のお家も見つかって、その家族とも仲良くなれたみたい。さあこれからね、地球での暮らしを楽しんで。早くコメットさん。はい。もうワクワクしちゃう。ワクワクって何？今日は楽しいの。王子様探しに行かなきゃだぼ。うん、それは今度。今度って地球に来たのは王子様探すためだぼ。ごめん、ララボーには言わなかったけど、私王子様はどうでもいいの。地球に来たかっただけだもん。コメントさん。はい。どうでもいいって、ちょっと。コメントさん。はい。ところ11歳。学校に行かないのはなぜかしら。学校は卒業しました。卒業？はい。ハモニカ星国の学校です。ハモニカ星国？聞いたことあるかしら。とってもウォルデジも謎です。あ、おはようございます。ユキ先生だ。おはよう。おはよう先生。付き添われるご父兄の方も一緒に乗ってください。コメットさん早く。はいはい。つまりはよその国の方かしら。そうなのかしら。乗らないんですか。落ち着きなさい。ママこそメゾポルで落ち着くんです。違うわよ、ゆっくりはアダージョ。ねえねえ、動物園ってどんなことかな。ねえねえ、コメットさん初めて。うん、ねねちゃんもある。じゃあ二人で案内しよう。キュッて嬉しい気持ち。みんな、もうじき動物園に着くからね、席を立たないでね。はーい。さあこれから動物園に入るけど、みんな列を崩さずに歩けるかな。ゆき先生かっこいいね。いや、ゆき先生だから。そう、ゆき先生だから。
動物園？まだだよ。動物はもっと奥の方にいるんだよ。ガーっていうの、キーっていうの。へえ、早く見たいね。怖いんだよ。怖くないね。つよし君は強いね。つよし君。あ、月組の曖昧みーちゃんだ。やばい。あれ？怖いものなかったんじゃ？どっちどっち。人気あるね。ゾウス君はネネちゃんと同じだから。ネネちゃんと同じ顔で可愛いから持ってるの。いいな。でもゾウス君はアイマーミーちゃんが怖いの。ネネちゃん助けてくれ。姫様姫様、早く姫様もチューショットの相手探しに行くんだもん。私チューショットしなくていいもん。だめ、姫様にはタンバリン星君の王子様を見つけてプロポーズする役目があるんだもん。それは大人たちが勝手に決めたの。あ、そんなこと言ったらずるいもん。ずるくないよ。じゃあ姫様が王子様探さないなら、ボーは何のために地球に来たんだボー。私と一緒に遊ぼう。そんなのダメだボー。ラバーボーは遊ぶの嫌い？嫌いじゃないけどダメだボー。ラバーボーは分からず屋さんね。わ、分からず屋姫様の方だボー。ラバーボーは地球の食べ物美味しいのに食べないし。ボーはこっちに来る前に食い溜めしといたんだボー。地球のものなんか食べなくても生きていけるんだボー。食わず嫌いって言うんだって。そういうの分からず屋と同じ。違うぼ。違わないです。もうこんな話してる場合じゃないぼ。もういいぼ。もう一人で王子様探すぼ。姫様好きにすればいいぼ。うん、好きにする。ぼがいなくなったら困るぼ。ラバぼこそ。ぼは平気だぼ。もう知らないぼ。かわいいね。うん、かわいい。コメットさん動物好き？うん、大好き。だって星の子見てるみたいだから。え？あんなところに隠れて知らない。はーい、次行くよ。姫様ったらもう、うわい。のびのびさんだ。長いお首。わかった、これはガオーさんね。違うよ、これはライオンさん。あ、そうだ。わーい、お弁当。いろんなのがいるでしょ。いるね、いろんなの。ねえ、あなた、あなた、学校出たのに動物見るの初めて？はい、初めてです。お姉さんなのに。落ち着くのよ。まあ世の中にはいろいろな人がいるってことかしら。なるほど、短く切ってスタッカート。それにしてもなんてミステリアスな。それじゃあ皆さん、ゴミは各自持って帰るようにしましょうね。面白かったね。うん、また遊びに来たいね。ねえ。じゃあさ、チェックしとこっか。チェック？しとこうしとこう。ここをよろしく。これでオッケー。行こうか。行こう。行こう。本当に帰っちゃうよ。コメットさん誰に言ってんの？言ってるの？独り言。さてさて、お友達はみんないるかな？確認しよう。番号1、2、3、4、5。いじっぱり。ここに住んじゃうもそれからね、しましまのガオーもいたよ。しましまのガオー？あ、トラさんね。当たり。あとね、あとね、ぴょこぴょこぴょこって歩く鳥さんもいたよ。なんだろうな、それは。歩く鳥さんだから、ダチョウさんかしら。そうそう、ダチョウさん。ダ
べてたの？今日はね、地球のいろんな動物たちを見たの。地球には人だけじゃなくていろんな動物がいるの。みんな地球っていう一つの星にいるんだね。喧嘩しちゃいけないから一緒に住めない動物もいるけど、そういえば私も喧嘩してたんだ。知らないラバ坊なんて。何やってるんだろう今頃。あのですね、いつまでもこうしてるわけにはいかないんだぼー。むぎって、あんたの子供じゃないぼー。もう困ったぼ、困ったぼー。こうなったら仕方ないぼ。寝たふりしてみるぼ。ぼほほ、ぼほい、ぼほい、ぼほい。足りるかな、星力。でも、気持ちだけでも増えて。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を、一つの輝きにして。あれ？これだけ？まあ、いっか。それ！やった！でもな、迎えに行ったら、姫様はやっぱり妨害ないとダメなんだぼ。なんて言うんだろうな。悔しいな。やめよっかな。あ、そうだ！ラバーボー！そろそろ帰ってきたいんでしょ？許してあげるから、もう帰ってきていいよ！帰っておいで、ラバボーさん。姫様。姫様。ラバボー。はい。ラバボー。ラバボー。ラバボーってば。ラバボー、ラバボー、どこなの？どこにいるの？返事してくれなきゃやだ。私どうしたらいいの？私がいけないの？姫様、いい加減になされませ。ジー、星の子たちと遊んじゃいけないの？星の子はおもちゃではないのですから。この星の子たちもいずれは巨大な惑星となりましょう。いくつもの星がこのトライアングル星雲を埋め尽くします。秩序なき世界は混迷の時代へと向かうのですぞ。なに？混迷？難しいですかな。しかしそうなる前に姫様にはこの世界をまとめ、今は三つに分かれたこのトライアングル星雲を一つに束ねていただきたい。その役目を担っていただきたいのです。
やだ、遊びたいもん。やだではありません。遊びたいもんではありません。泣いていてもダメなのです。姫様、姫様、姫様。泣いてたらまたヒゲの下に叱られそう。だから泣かずにやろう。この星の子たち、きら星の輝きを、そして数多の力を、どうか私の星力に変えて。エトワール、みんな出てきて。更新1212121212。さあピシッと並んでね。1212。なんか私ユキ先生みたい。全体止まれ。よくできました。じゃあ並んだ順に番号。はい、1234567。あ、待って、もう一回。1234567。ラバボーいた。降りておいでよ。やだやだやだ、怖いもん。みんな襲ってくるもん。今なら星力が効いてるから大丈夫よ。本当に？本当の本当に？さあ、姫様。ラバボー、やっぱり姫様と一緒の方がいいもん。よかった、姫様も分かったぼ。何を？探してる人に会えるととっても嬉しいってこと。うん？嬉しくなかった？うんうん、やっぱり嬉しかったよ。とっても。みんなも喜んでくれてるのかな。そうは見えないもん。ひょっとして星力が切れてる。大変、早くみんなをまとめなきゃ。どうやって。ラバボーをジャンプジャンプ。わかったもん。もう一度星力を。よし、マント。じゃあ、くぼー。早くみんなを元に戻さなくちゃ。えい。ライオンさん、おとなしくして。じゃあ他のみんなも。それ。さ、自分のお家に戻りましょう。はぁ、よかった。うわ、まだあそこにいるもん。え？はっ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 。お猿さん、お家へ戻って。はもう、バカにしちゃって。ボーに任せるぼ。どうするの？あー、眠いぼ。抱っこしてほしいぼ。もういいわ、ぼは。やったぼ、姫様。お猿さんを元に戻してあげたぼ。ぼーもまたここに戻っちゃったぼ。おはよう、うまこ。ほら、朝ごはんだ。
君、もうちょっとだけ眠らせて。え、あ、いけない、寝坊しちゃった、ごめんなさい。おい、寝ぼけてんのか俺。ラバ坊、そこにいる。姫様、今日こそ輝きを見つけよう。坊よかった、ラバ坊のお家はここだよね。いけない、やっぱりもう起きてた。しちゃった。ソースくんと似てるから可愛いの。違うもん。ソースくんとネネちゃんに似て可愛いな。お腹すいた。ここも動物園みたい。はい。みんなお部屋に入りましょう。一番早いのは誰かな。はいはい。ちゃんとお手手を洗ってからよ。わあ。何か。すごいです、ユキ先生。みんなをまとめるって大変なのに、改めて尊敬しちゃいます。そんな。それだけ言いたかったんです。じゃ。姫様もいつかトライアングル星雲をまとめるお方なんだぼ。できるかな、私に。お手伝いするぼ。きっとできるぼ。そうだね、協力し合えばなんとかなるかも。ラボ、そのためには地球のみんなのことももっと知らないとね。え、そりゃまあ勉強にはなる。よし、じゃあドーンと遊びに行こっか。遊びってまた？ちゃんと王子様も探すんだぼ。ラバーボ、そんなに難しく考えないで、遊びの中から学ぶこともたくさんあるのですから。さあ、これからコメットはどんな楽しいことに出会うのかしら。